皆さんこんにちは。ピグマリウスメソッド5日で学ぶ初めてのバイオリンへようこそ。それでは憧れの楽器バイオリンを私と一緒に学んでいきましょう。4日目の動画では音階にチャレンジします。それでは今日も楽しくレッスンしましょう。まずは左手の配置について学びます。音程は左手で作りますので、正しい形を覚えることは正確な音程を奏でる上で大変重要です。今回は基本中の基本、第一ポジションを一緒に学びます。まず左手の指使いを覚えます。人差し指が1、中指が2、薬指が3、小指が4となります。何も押さえないときは0、開放弦です。バイオリンの弦を実際に押さえる前に、まず自分の腕を指板に見立てて指を動かす練習をしてみましょう。このように右手を立て、左手を構えます。左手はこのような形が理想です。よく覚えてください。腕である程度形を覚えたら、次は実際にバイオリンを持って練習してみましょう。指を押さえるときに注意することは、指を押さえる角度と押さえる指の部位です。角度はこのような角度で、また指の部位はこの部分、指の腹で押さえましょう。では実際に指を押さえて音を出してみます。まずアーセンから指を押さえていきます。アーセンの開放弦はラですが、第一ポジションで順番に押さえると、1の指がシ、2の指がド、3の指がレ、4の指がミとなります。私に続いて弾いてみましょう。次に同じことを D 線で弾いてみます。 D 線の開放弦はレ、1の指がミ、2の指がファ、3の指がソ、4の指がラとなります。次は弦線です。弦線は開放弦はソ、1の指がラ、2の指がシ、3の指がド、4の指がレとなります。最後に A 線を弾いてみます。 A 線は開放弦がミ、1の指がファ、2の指がソ、3の指がラ、4の指がシとなります。皆さん、左手の配置は分かりましたか？第一ポジションは最も基本となるポジションです。
頭で考えなくても自然に正しい音程で奏でられるように体が覚えるまで繰り返し練習しましょう。